どうもおはようからこんばんは、殿でござる。コールオブデューティーインフィニットウォーフェアキャンペーン続きをやっていきましょう。前回ですけれども、まあ特殊兵器である F スパーかな、あれをこう、まあ、取って、で基地を破壊して脱出するというミッションを行っていたスカー小隊でしたが、まあ、どうやらこのセットデフこと SDF っていう、まあ強力な軍事組織かな、まあ、その横取りを、まあ、横取りされてしまって、で今私たちがいるのは UNSA の、まあ、地球の本拠地かな、まあ、そこでなんかこう祝賀会みたいなのをやっているので、まあ、それに参加するらしいですね。まあ、今いるのがスイスのジュネーブらしいんですけれども、そこから始まると。では行きましょう。いや、これが我々のマークですかね。お、水が流れている。結構綺麗だな。リストはごめんだな。戦死者リスト、まあ、今のところ前回死んだあの彼らの名前、ウルフたちの名前は書いてはいない。まあでも何の祝賀会なんでしょうね。まあ艦隊式みたいなもんかな。もうすごいね、こういう戦艦に乗ってみたいな。私結構 SF とかでもね、結構艦長が好きなタイプなんですよね。来たぞ、リトリビューションだ。リトリビューションというのは我々が所属している機関みたいなものか。お、日本の旗がある。まあ、佐藤というのはどうやらあの我々に、まあ、いわゆる、まあ、スポンサーの略称みたいなものらしいですよ。レインズも俺たちとセレモニーに行くんだ。その名前で呼ぶのはやめておけ。本人の前でな。ソルタさん、ずいぶんお口が悪いようで。急いでよかった、遅れずに済んだ。すごいねこうやって眺めているとなかなかいい空気ではあるが、あ、日本製なの、あの埼玉製なの。すごいね埼玉バカンダだろ。それと4人失ってるのにパーティーとはな。私たちにできることはない。もっとリラックスしろ、レイエス。命令。そうか、埼玉製の同じ階級なんだからな。艦隊か戦艦が我々の機関になるのか。この頃の日本ってどうなっているんでしょうね。まあいい、とりあえずはこれに乗って移動しよう。レイエス少佐。お、アンドロイドか。なんだこいつは。E3N だろ。イエスさ、私は一等兵装 E3N、 エンハンスドタクティカルヒューマノイドです。言いにくいな。確かに。イーさんとお呼びを。お前の任務は。キャプテンアルダーを支えています。戦闘用か。このソルターさんは、まあ、アンドロイド嫌いなのかな。かなりやってくれそうだな。あまり褒めないでください冗談も言えるか。ようこそ艦隊長。まあ自己紹介も済んだな。出発しよう。でもその軍事組織の SDF かな、彼らがこう、まあ、反旗を翻すみたいなことをすれば、まあおそらくあの新兵器使ってくるとは思うんで、かなり危ない状況にはならないか。ね、前回敵の機動兵器を一瞬で倒しましたもんね。私上がり症なんです。あ、そうなの。ありますよ少佐、農夫の農を持ってるんです。じゃあ農業をやれよ本当か。冗談ですよやられたな。いいえ。エイティスは今日も稼働しているんですか。艦隊長、往来が激しい。油断は禁物だ。エイティス防衛システムみたいなものか。地球のアイアンシールドです。強力な対空兵器ですね。ベンジェンス、レイブン6だ。アプローチに入る。ラジャー6、着艦を許可する。艦隊長、どうした。エイティスガンが、ほら、銃口が我々に向かっている。どういうことだ、それも冗談か。攻撃は。やばいぞ、撃たれたぞ。いよいよこの SDF からの攻撃が始まったというわけか。まずはこの防空システムというのから、そこを停止された様子。こちら突風キャップ総理、可能な限りユニットを展開しよう。衝撃に備えろ。頑張れ。
なるほど、なかなかかなり危ない展開ではあるが、どうだろう、まあ、ハッキングされたんで、まあ、敵の姿は多分見えないわけですよね。ならば我々は味方と戦ってしまうのか。イーサンとか大丈夫かな。ふむ、敵の本体も来たか。やばいぞ、我々を狙ってくる。民間人もいるから危ないな。さすがにロシア人は撃てという展開にはならんとは思うが、おっとそこにいるか。サンドガンしかないんだ。了解した。まずは航空システムを正常にしなければならないが、だがハンドガンでは厳しいぞ。敵の銃を奪いたい。これも違うじゃん。お、ベクターみたいなのを拾った。了解した。腰は痛いかね。ベクターっぽいね、見た目的には。そこにいるかね。お、なグッキルグッキル。しかしスコープが随分と、まあ、近遠距離使用。他の武器が欲しいところではあるが、あ、リフレックスの方に切り替えよう。うん、こっちの方が見やすい。お、E さんも戦っている。なんかハッキング受けそうで怖いんですよね。艦隊長も勇ましいな。やばいな、ずいぶん街が荒廃している。全スカイ、こちらは聞こえるか。通信をやられたんでしょう。 SDF がタワーに向かっています。兵士を下ろしやがる。エイティスを取り返す必要がある。今大事なのはそれだけだ。この4人でできるのか、艦隊長さん。対人兵器が必要だ。ほら、輸送機にフラッグがあったぞ。でかした。おお、でかした。攻撃開始。あの、ま、丸太とかないから、そしたらでかしたって言えるんですけど。さあ投げよう。新たな武器もある。ハンドガンから切り替えましょう。遠距離から随分攻撃を受けている。これは、おお、イーサンか。まずはここを突破しなければならない。なかなかそこの敵が厳しい。リローディング。よし、私は側面から回ろう。おっと、民間人か。危ない、グレネード。艦隊長大丈夫か。おっと、まだ生きているか。さあ、足を狙って負傷。まあ、負傷っていうのもあるんですね。だが敵が無尽蔵に巻いてくる。我々4人では厳しいのではないのかね。こう抵抗するか。まだ敵はいるか。とりあえず一掃はしたが、なかなか体力が厳しいな。いや、なかなか区別がつかんか。上から攻撃を受けているのか、あれか。よし、もう残弾があまりない。させるな。おや、敵が飛んでくるではないか。それか。おお、まだ生きているか。なかなか敵が硬いな。お、イーサン勇ましいな。だが横から攻撃起きているぞ。まだ正面に敵がいるように思えるが、さらには敵の増援。ならばグレネード。あ、投げ返されたかな。
艦隊長前に出すぎじゃないのか。制圧射撃をするにももう弾薬があまりない状態ではあるが、お、これはなんだ、お、シーカーか。上からも撃たれているぞ。おっとグレネード、敵もどうやら後ろに下がる様子。ならばこのシーカー使わせていただこう。さあボンだ、さらには突出した敵も撃つ。よし前進前進、グッキルグッキル。ふう、とりあえずここで休もうか。気をつけて撃て。なぜ民間人を狙うんでしょう。さあナイーさん、ロボットにはわからんか。まだこちらの艦隊を攻撃している。さて味方はどこにいるんだ。もうそこまで来ているか。今のところ2段ジャンプは使えないんですね。おっと戦艦が突っ込んでくる、津波が来るぞ。危ないな。随分とヨットが突っ込んできている様子。危ない。さあ敵がまた来るぞ。遠距離は任せろ。結構硬いな。とりあえずリロードしておいて。おお、びっくりした。いやだが撃たれているぞ、大丈夫か。いやグレネードか。艦隊長突っ込んでいくね。上から狙われているぞ。おっと負傷している。こうリーンとかできないかな。レインボーシックスみたいに。スナイパーっぽいなこれは。おや、だがまだいる様子。先に撃たせてもらうぞ。君硬いな。ふふ、やっと倒したか。新たな武器があればいいんですけれどもね。チェックポイント到達。さあ艦隊長頭を出すなよ。まあ主人公にとっては元教官みたいな感じだったのかな。もう倒したか。いやまだいるな。おやおやおや、こんな中にも敵がいらっしゃる様子。これはボルクスカウト、新しい武器か。弾がないから切り替えらせてもらおう。アサルトで弾はエネルギーだ。おやそこにいたか。おやおや、いるではないか。一応目標には近づいているということでいいんでしょうかね。ああ壁の向こうへお連れします。こちらです少佐。お、手を貸してくれる。よく COD ではよく見る光景だ。あれはノバだぞ。ノバ、まあ、かなりこう大きい戦艦ですかね。いいな、 COD とかで艦隊戦とかやりたいな。やばいぞ。危ない。集まれ、離れるな。兄さん、
前に立て、先導してくれ。やっさ、イーサン便利だな。撃つなよ。みんな真っ白になっている。もう攻撃は止んだと考えていいのですか？お、イーサン優しいね。道路から離れて建物へ。左へ階段を上がります。頼むぞイーサン。あれが聞こえるか？何かが来てるな。何か砲撃されているのか？我々の本拠地も大丈夫だろうか？かなり心配なところではあるが。おっと、敵の機動兵器。危ない、いきなりこう QTE とかビビるんだが。おっと、敵のまあアンドロイドかな、もう来た様子。かなり危なくなってないか？通信は復旧していません。エイティスタワーは目の前だ。いや、通信が復旧していないままで前進するのも危ないですよ。おや、ガンダムでいう HLV みたいなのが降ってきた。次はアンドロイドが相手か。何か武器がある。 RAW なら、これを使ってみよう。ライトマシンガンか、いいね。突破しろ。なんかシュインシュインシュインって聞こえているが、一体何の音だ？どこから撃たれている？ふう、彼は民間人か。アンドロイドのいる中で彼は無事だったのか。すごいな、なかなかの生命力、見事だぞ。正面に敵、あれは危なくないか。さすがに去っていった。だが敵の増援をどうやら下ろしたとは思うが。だな、いるな。おお、よく私の居場所が分かったな。あの建物に行きたいな。みんな援護してくれ。さあ、カバーよろしく頼むぞ。おっと、来たか。店の中からも撃たれている。ならばグレネード、ほい。ふう、危ない。これで道の中は片付いたか。おや、アンドロイドが来る。なんとか押し上げてはいるが、これでもまだ敵はいると思うが。どこから撃たれた？そこか。おっと、さらには敵の増援だが、増援に到着したところを狙わせていただこう。さあ、ぶっ放していくぜ。さあ、残弾は残り少ない。さあ、なぜ我々を攻撃してくるんでしょう。セットデフは何年も支配権を握ろうとしていたんだ。イーサン、艦隊がここにいるのも知られていた。まあ、そこをあえて狙ってくるみたいな感じか。ドアから覗き見ろ、私が援護する。了解した。男が先だ。やめてくれ。気をつけろ。今一パンチを打ったような気がするが。おや、まだ生きていると。ふう、あ、これは一般人か。いや、すまんな、誰かの身内を撃ったかもしれんが。おっと、イーサン、どうした？これを。これは何だ？発揮
シングモジュールです。ボットの視界を乗っ取れます。ほう、長押しでハック。よし、侵入した。お、これでハッキングができる。さらには自爆なんてのもできるんだ。よし、これで一掃はしたか。ならばこの辺でドン。よし、片付いたぞ。いざ、なかなか便利なものを持っているじゃないか。持っておいてください。ほ、 L2 で使えるらしいですね。これは素晴らしい。エクリプス、こちらトップキャット、聞こえるか。了解です、艦隊長、指示を。そちらのエアシップからタワーを攻撃し、地上軍を援護してもらいたい。了解、攻撃します。若干通信が回復したか。あ、手伝ってくれないんだ。エース少佐、ジャッカル隊に支援攻撃をさせる。リトリル将、ここで立てこ、ここで立てこもっているんですね。ゲイター、スカー3に航空阻止を頼みたい。支援攻撃を要請してくれ。了解しました。ターゲットまで1分です。トップキャットからゴールド。いや、みんなご苦労であった。とりあえずは反撃したいところだが、これだけの戦力ではきついだろう。おや、彼は死んでしまっているか。お、新たな武器か。今のところはこれで十分かな。エクリプス、もう一度走ろう。さらに向かうぞ。ゴーゴーゴー。まだまだ生きている艦隊もいるらしいですね。とりあえずは味方に援護射撃をさせているらしいが、おっと、どんどん味方も進んでいく。大丈夫か、これ突破できるのか。かなり激しい。かなり危ないな、それは。いや、なんだろうな、これ、こうモダンウォーフェア3か何かにもこんなシーンがあった気がするが、航空支援ができるのか。R1 でターゲット。ターゲットをマークした。ターゲットを捕捉、攻撃する。さあ、落としてくれ。攻撃、攻撃。ふむ、敵が抜いていくな。スリーワン、ターゲットに効果あり。了解、敵を振り切って撤退する。さあ、どこから撃たれている。私は登れないぞ。とりあえずは前進しなければ。これはスナイパーか。味方は、おお、死んでいるか。そこにいるんですよね。ならば指示を出す。スリーワン、ターゲットをマークした。航空支援頼むぞ。さすがに私だけでここを突破するのは厳しいらしい。お、ナイスナイス。これで前進できるだろう。あれは味方か。ドロップシップを破壊。さすがに銃で撃ってどうこうなる問題ではないか。なるほど。よし、これでハッキング。いや、もう自爆しよう。敵のドロップシップ破壊することはできた。とりあえずは前進していきたいが、ランドランド。これでどんどん進んでいかないといけないんですね。敵は結構いるぞ。よし、これで攻撃指示を出す。攻撃要請、ターゲットをマークした。さあ、頼むぞ。これでなんとか我々の進軍経路を開いてくれ。
命中だ、スリーワン。了解、敵を振り切って。おっと、グレネードだ。敵はそこにいるぞ。ふう、危ない危ない。ハッキングをすることもできるんでしょうかね。微妙に攻撃を受けているが、よし、ハッキングできた。さあ、あとはどこに敵がいる。さあ、自爆だ。どうだ、我がハッキング思いしたか。これである程度敵は減らせれたとは思うが。お、敵が随分と湧いてくる。スリーワン、ターゲットをマークした。あれは味方か。あとハッキングできるものは。命中だ、スリーワン。撃たれているところにハッキングは厳しいか。いや、だができる。だが随分とダメージを食らっている。まあこれでも多少は削れたか。まあ、かなりいろんな電子戦をしている。おっと、敵と鉢合わせか。ならば私は側面から攻めよう。何かアンドロイドが喋っている。ジャッカルの照準。あ、まだまだ敵いるね。ターゲットマーク。命中だ、スリーワン。よし、これで倒したかだな。よし、タワーに侵入。だが随分とまだまだ抵抗が厳しい。ならばハッキング。むちゃくちゃいるね。ならばこの辺で自爆だ。ハッキング楽しいな。おや、こんな中でも航空支援できるかね。スリーワン、ターゲットをマークした。ラージャー、機銃操作を開始する。おや、グレネード危ないぞ。よし、では前進しよう。なかなか順調ではないか。さあ、では突入するか。もう我々の味方はもう10隻ぐらいしかいないんですね。お、E さんが突っ込んでいく。そこを私がどんどん倒していく。さあ、ターミナルを。了解した。発見、全ステーションへ目標を発見。そいつを拘束するんだ。エイティスの復旧に当たれ。敵の船はまだこの辺りにいる。直ちに艦隊長。佐藤部隊は外の守りを固めてる。本当に佐藤って読むんだ。クソ野郎の顔を拝んでやろう。治療が必要だ。何もいらない。従業員 ID か。こいつだ。マイケル・アーロン・ページ、機械工学科2年、 SDF の工作員だ。それは俺の名前じゃない。マヌケな地球人の名前だ。どういうことだ。お前の名前はアキール・ミン・ライア中佐。まあ学生の顔じゃないよな、それ。2年生の顔じゃないですよ。いや、終わらせるんだ。エイテスガンは間もなく敵を。無駄な努力だ。つまみ出せ。マース・エタルナ。
マースエタルナル。なるほど、火星から来ていると。なんだろう、ちょっとこうガンダムのオルフェンズみたいなことになっているが、彼らのために戦おう。まあ、火星独立みたいなのを掲げているとかそんなことはないとは思うが、一体何が目的なんだろう。とりあえずは、まあ、航空支援かな、まあ、あれは制御を取り戻したんで、まあ、なんとかここから戦線を立て直すことができるかとは思いますが、今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。